ゆっくりドラム講座リバウンド。生徒さんの実力に応じた譜面作成、マルチアングルのドラム演奏動画作成、24時間フルサポート、初心者からカレーまで歓迎しているでおなじみのドラム教室スクルド講師の例です。ドラムで大変なことって何かといえば、スティックを上げることですね。振り下ろすのは重力があるのでなんとかなるけど、その重力に反するわけなので、スティックを上げるってことは大変です。そもそも最初にスティック上げるって動作がないと叩けませんからね。自分で上げるのはもちろんですが、叩いた時の跳ね返りを利用してスティックを上げられると、ドラム叩くのが体力的に楽になりますし、テンポも上げやすいです。跳ね返り、格好よく言うとリバウンドですね。そんなわけで今日はリバウンドをコントロールする方法を伝授します。リバウンドをコントロールなんて自分には無理だ、そう思うかもしれませんが、むちゃくちゃ簡単です。指差してるところありますね。ここに隙間があればスティックは勢いよく跳ね返ります。なぜかというと、スティックが動く隙間があるから、それだけ。シンプルな答えです。原理としてはこうです。叩いた衝撃でスティックが跳ね上がります。スティックが動く隙間があるからですね。逆に手を握って隙間をなくすと跳ね返りはなくなります。跳ね返りが欲しいなら手を開く、いらないなら閉じる、これだけですね。簡単でしょう。まとめますと、ダブルストロークの人ダメとか、スティックの跳ね返りが欲しい時は手を開いてスティックが動くスペースを作って叩くだけ。スティックが跳ね返ってますね。今度は逆で、リバウンドが必要ない時、ダウンストロークの時とか必要ないですね。なぜかというと、ダウンストロークの後は逆で叩きますからね。スティックが跳ね返って高さが出ると逆で叩けません。叩きます。ね、跳ね返らないでしょう。ちなみにスティックが動く隙間をなくすだけでいいので、ギュッと握り込む必要はありません。握る力を説明するのは難しいので、まず最初はグリップリに力いっぱい握って叩いてみましょう。それでだんだんと緩めていく。例えばこんな風に叩いた後ちょっとブレたら、それは力が弱すぎます。もうちょっと握ってスティックが動く隙間をなくしましょう。こうやって試行錯誤してスティックが動かない最低限の握る力を見つけてください。めちゃくちゃ跳ね返る、全然跳ね返らない、この2つができるようになったら5は簡単。ほんのちょっと跳ね返りが欲しい時は少し手の隙間を多くする、まあまあ欲しい時はまあまあ隙間を空ける。そうやって試行錯誤して跳ね返り、格好よく言うとリバウンドをコントロールしてください。リバウンドを制す者はドラムを制す、そう思ってもいいくらい大事なことなので、ぜひやってみてください。より一層かっこいいドラムを叩きたい方は、ドラム教室スクルドまでぜひどうぞ。 Twitter とインスタのフォローもぜひどうぞ。せっかくなので高評価ボタンも一つよろしくお願いいたします。ドラム講座は他にもたくさんあるのでぜひどうぞ。再生リストは説明欄にも載っていました。毎日動画投稿しているのでチャンネル登録を忘れずに、今すぐチャンネル登録ボタンを押しましょう。あなたの投資が私の希望になります。ではお別れです。ねえ、簡単でしょう。